出場停止は、主にスポーツにおいて競技者に対して、直近の一内し数試合に出場することを禁じる、処分のことである。悪質なプレーや著しい違反行為、不祥事などが起こった場合に課される。出場停止の試合数は、その悪質度に応じて決められるのが通例であるが、サッカーのようにルール化されている競技も存在する。ゴルフや、 ボクシングなどのライセンス制競技の場合、資格停止と表現することが多い。競馬の場合は、機上停止と表現する。サッカーにおいては、国際サッカー連盟の規定より、退場処分あるいは累積警告となった場合に1試合の出場停止が課される。フィファ主催及びそれに準ずる大会では退場あるいは累積警告2度で1試合出場停止となる。 f ィファワールドカップにおいては準決勝で、累積警告2度になった場合は次の試合に持ち越されないが、退場の場合は適用される。国内リーグでは、それぞれのリーグごとで扱いが異なっている。J リーグにおける出場停止は、J リーグにおける選手の出場所条件、累積警告による出場停止を参照されたい。プレミアリーグの場合、累積警告5度と8度で、 それぞれ翌試合より1試合12度で3試合出場停止。警告2回による退場の場合は翌々の試合より1試合一発退場の場合3試合出場停止となる。より悪質なプレーや違反行為などは上記とは別に一定期間の出場停止を課しており、リーグを呼び内容によっては執行猶予付き出場停止処分もある。年の中人民共和国の地域リーグで 審判のイエローカードとレッドカードを取り上げた上、第4審判のマッチリポートも奪う行為に出た選手が10年間出場停止となった事例がある。B リーグにおいては、懲罰規定第5条において、出場停止となる試合数が規定されている。かつて行われていた、プロバスケットボール BJ リーグにおいては、ルールブックアート33、罰金と出場停止にて、出場停止の記述が記されていた。 暴力行為やスポーツマンらしくない振る舞いにより失格、退場を宣告された場合、そのレベルに応じた出場停止が命じられる。レベル及び出場停止となる試合数は以下の通り。レベル1、スポーツマンらしくない行為。最低1試合レベルに、極めて危険な行為や、相手チームを侮辱、審判に対して、失礼な態度で話しかけたり、身体接触を起こす。 最低2試合レベル3、観客、他の競技者、チーム関係者やゲームに関係している者に対する乱暴な行為。最低4試合試合中には分からなくても、試合後に上記の行為が発覚した場合や、試合終了後に非真史的な口調で審判に話しかけた場合も出場停止の対象となる。テニスにおいては、サスペンションポイントと呼ばれる制度が適用されている。 何らかの違反行為があった場合に、その悪質度に応じたサスペンションポイントが加算され、同一レギュレーションの一定期間内に決められたポイント数に達した場合に一定大会数の出場停止が課される。なお、サスペンションポイントの規定については、各団体によって異なる。国民体育大会テニス競技では、以下の通りにサスペンションポイントが課せられる。 ポイントは2年で消滅となるが、その看護ポイントに達すると、発表直後から1年間出場停止が課される。大相撲では、不祥事で出場停止を受けた主な例として、次のものがある。将棋界では、反則及び当人の不注意による常習的な不先輩に対する処分としての出場停止の例がある。なお、1952年の陣屋事件では、 1> 第1期王将戦第6局の対局を拒否した増田光三に対して1年間の対局禁止処分が一旦発表されたが後に撤回された。スーパー GT ではドライビングモラルハザード制度が存在し規定点数に達した場合出場停止となる。また、1995年の世界ラリー選手権にてトヨタが使用車両のセリカに 重大なリストリクター違反があったため、1年間の出場禁止処分だけでなく1995年シーズンのポイントが剥奪されている。日本のプロ野球では、協約違反などの際に、コミッショナーや球団から有機の出場停止処分を課されることがあり、現行制度では出場停止選手としてコミッショナーより公示される。ある程度長期に及んだものとしては、以下のものがある。 このほか、暴力行為や審判への侮辱行為による退場処分を複数回受けると、数試合の出場停止処分を課されることがある。また、オールスターゲームに選出された選手が出場辞退すると、オールスター後の10試合の間出場選手登録ができなくなる。なお、いずれの場合も試合に出られない以上の制約はなく、ベンチ入りメンバーがい 出場選手登録抹消の状態のままでも問題ない。MLB ではダニー・カルデラが1946年のメキシカンリーグ遺跡が当時保留条項違反に当たったため5年間の出場停止となった事例がある。なお、MLB では長期の出場停止となる場合は制限リストに登録される。短期の出場停止は25人枠に入った上でなければ消化できない。 故障者リストに入れるには出場停止処分を終えてからで、なければならず、逆に処分開始時点で故障者リストにいる場合は、出場可能になった試合から、出場停止処分が課される。社会人スポーツの場合、チームを移籍する際に全所属の同意が得られなければ1年間の出場停止となる場合がある。また、追加登録締め切り後は同意あるなし関係なく、 シーズン終了まで出場が不可能となる。出場停止の対象は主にリーグ戦であり、リーグ戦以外の公式戦には出場可能である場合が多い。学生スポーツにおいても転校すると転居、廃校などの理由がない限り、一定期間出場停止となる場合が多い。マジック・ザ・ギャザリングでも一定の処分を受けた場合に、資格停止の追加処分が行われる場合がある。 多くは警告の累積により半年ほどのものとなるが、大きなイベントで失格処分となった場合は1年以上の長期に及ぶ場合もある。資格停止となったプレイヤーは、小規模なイベントであっても認定イベントには一切参加できない。また、商品の内容を漏えいしたとして2年近くに及ぶ資格停止を受けたプレイヤーも存在する。ありがとうございます。